はいどうも、森です。今回は明治安田生命 J1 リーグ第16節、湘南ベルマーレ対セレッソ大阪戦のマッチプレビューをやっていきたいと思います。それではまずはセレッソ大阪の現在のリーグ順位と直近の対戦戦績を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。セレッソ大阪は現在勝ち点23でリーグ順位は5位です。直近5試合の戦績では3勝1分け1敗となっており、湘南ベルマーレ同様に現在リーグ戦2連勝中です。そして湘南ベルマーレとセレッソ大阪の直接対決の直近5試合の対戦成績も確認していきたいと思います。ご覧の通りになっております。直近5試合ではセレッソ大阪に対して1勝1分け3敗です。昨年の対戦成績だけを見ると1勝1分けと負けておりません。さらに昨年のアウェー戦に関しては5得点で快勝と、今までセレッソ大阪に得点ができていなかったのが嘘のような大量得点でしたね。今年もセレッソ大阪相手にしっかり得点を奪っていきたいところです。そしてホーム戦のみでの直近5試合の対戦成績も確認していきたいと思います。ご覧の通りになっております。ホーム戦のみでの直近5試合では0勝2分け3敗です。直近の5試合ではホームで勝てていない相手となります。やはりセレッソ大阪相手にはキム・ジンヒョン選手の牙城をなかなか崩せない試合が多い印象がありますね。しかしゲーム内容では昨年のホーム戦もかなり押し込んでいた展開になっていただけに、今年はしっかり得点を奪って勝ち点3を取りましょう。さあ続いて湘南ベルマーレの今節の予想スタメンとセレッソ大阪の前節のスターティングメンバーを確認していきたいと思います。まずは湘南ベルマーレの予想スタメンはこちら。フォーメーションは 3-5-2、 ゴールキーパー谷選手、3センターバック杉岡選手、大岩選手、太刀選手、ウィングバック石原選手、畑選手、アンカーに米本選手、インサイドハーフにタリック選手、池田選手、ツートップに瀬川選手、町野選手という布陣を予想させていただきました。前節山本選手が負傷してしまったので、3センターバックには太刀選手がスタメンで入ってくるのではないでしょうか。その他基本的には前節同様で2トップの組み合わせを瀬川選手と町野選手の組み合わせと予想をさせていただきました。一方セレッソ大阪の前節のスターティングメンバーはこちら。フォーメーションは 4-2-3-1、 ゴールキーパーキム・ジンヒョン選手、フォーバック山中選手、西尾選手、マテイ・ヨニッチ選手、松田選手、2ボランチ原川選手、奥野選手、2列目3枚ジェアン・パトリック選手、清武選手、マイクマ選手、そしてワントップにアダム・タガート選手という布陣になっております。セレッソ大阪は第12節の岩田戦からフォーメーションを 4-4-2 から 4-2-3-1 に変更してきています。このフォーメーションの変更によって攻撃がかなり活性化された印象がありますね。特に中盤の選手の運動量と連動した攻撃が脅威となっています。セレッソ大阪はいろんな選手が得点を奪えているのがそこにつながっているのではないでしょうか。さあ続いて今節の見どころです。今節の見どころはこちら。首位に快勝後進化を問われる一戦です。前節川崎フロンターレ相手に4対0と快勝を見せましたが、今節同じような試合展開を見せれるかどうかが重要な一戦になってくるのではないでしょうか。さあまずは守備面の見どころです。守備面としてはこちら。中盤の制圧です。ポイントの一つ目としてはコンパクトで連動した守備を見せていくことが重要となります。前節の川崎フロンターレ戦では中盤で激しくプレスに行き、一発で刈り取ることができなくてもインサイドハーフが連動して2枚で奪い切るシーンが多くありました。今節もセレッソ大阪の2ボランチと2列目の中央の選手をシャットアウトするようなプレーを見せてほしいですね。
そして守備面の2つ目のポイントとしてはウィングバックの立ち位置です。前節非常に良かったのは石原選手のポジショニングの取り方です。中盤を抑え込めていたからこそ相手のウィングをそこまで見なくても良い立ち位置を取ることができていました。ポジションを高くワイドに取ることで相手のサイドバックが高い位置を取れずなかなか攻撃参加をさせなかったのは非常に有効でしたね。今節のセレッソ大阪もサイドバックが攻撃参加を活発にするチームなのでウィングバックが高い位置を取れないとサイドが押し込まれてしまう展開になります。畑選手、石原選手には相手のサイドバックをいかに上がらせないかポジションの取り方が重要になってきますね。さあそして攻撃面の見どころでは人数をかけた攻撃、2列目からの飛び出しというところを挙げさせていただきました。攻撃面のポイント1つ目としてはポジティブトランジションです。今節も見せていきたいのはボールを奪った後のトランジションの速さ、ショートカウンターですね。前節川崎フロンターレ相手に3得点目を奪ったシーン、ボールを奪い切った瞬間に周りの選手が連動してスプリントをすることで一気に攻撃人数で圧倒するようなシーンを作っていきたいですね。そして攻撃面のポイント2つ目としては2列目からの飛び出し、最終ラインからの攻撃参加です。やはりシンプルにインサイドハーフの選手が相手の最終ラインの裏をついていく攻撃は有効的ですね。前節4得点目のタリク選手の2列目からの飛び出しからの得点は素晴らしかったです。今節もタリク選手や池田選手、山田選手が2列目からの飛び出しを見せていくことや最終ラインから杉岡選手だったり大岩選手の攻撃参加で相手のマークを剥がしていきたいですね。中3日での連戦が続き、今月ラストマッチのセレッソ大阪戦です。互いに連勝中で3連勝をかけた試合となります。川崎に4発快勝し、偶然ではなかったことをこの試合で証明していきたい一戦となりますね。今節も勝利し3連勝、そして降格圏を脱出しましょう。さあそして最後に今節も相手チームの中から注目していきたい選手を1名ピックアップさせていただきます。今節のセレッソ大阪の注目選手はこちら、清武博士選手です。昨年までの対戦では4-4-2のサイドハーフを務めることが多かったですが、直近の試合ではフォーメーションは 4-2-3-1 となっており、2列目の中央を務めることが多くなっています。中央でプレーすることで自由に動けますし、フリーでボールを受ける動き出しがかなりうまいです。そして中盤に入ることで清武選手のパス精度の高さ、鋭いスルーパスが冴え渡っていますね。今季ここまで2得点2アシストの活躍を見せています。今節の鍵は清武選手に激しいプレスをかけて自由にやらせないことが重要になってきます。中盤の連動したプレスで清武選手をシャットアウトしましょう。今節セレッソ大阪の清武選手の動き出し、鋭いパスに要注意です。ということで今回は明治安田生命 J1 リーグ第16節湘南ベルマーレ対セレッソ大阪戦のマッチプレビューをやっていきました。今節も勝ってリーグ戦3連勝をしていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。皆様からのコメントもお待ちしております。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。